数理、データサイエンス、AI 分野の人材育成のため、同志社大学では2022年度から同志社データサイエンス AI 教育プログラム、通称 D-DASH に取り組んでいます。今年度スタートした初級レベルの知識やスキルを習得できる D-L の必修科目として、本学の10年以上に及ぶデータサイエンス教育の提供実績を踏まえて作られたフルオンデマンドのデータサイエンス概論を新たに提供しています。この科目は文系理系を問わず全学部の学生が履修可能であり、複数の学部の力を結集して教材を作成しています。また、外部講師を招聘するなど、特徴的な科目となっています。この科目の履修生はすでに1500名を超えています。2023年度からはより高度な内容を含む応用基礎レベルの D-A、さらに学部専門科目を加えたデータサイエンス AI 複専校も提供します。D-A は初級レベルからより深いレベルまで体系的に段階を踏んで学べるプログラムとなっています。D-A を通してデータサイエンスや AI を駆使してイノベーションを創出し、世界で活躍できる人材を全学を挙げて育てていきます。私は同志社大学法学部法律学科で法律学を学んでいます。その中で法律学以外にも何かを学んでみたいと思い、カリキュラムが体系化されている D-DASH でデータサイエンスを学ぼうと思い、履修を選択しました。 D-DASH の基幹科目であるデータサイエンス概論はデータの見方や表現方法といったことの概要を学ぶことになります。ここで学ぶことというのはデータサイエンスの領域だけでなく、個々の学部での学習にも応用できるもののように思います。またデータサイエンスの知見はいずれ私が社会に出た際にも今後ますます重要性を増していくであろう。ビッグデータを適切に用い判断分析していくことにも有用ではないかと考えています。どの分野業界に進むかは決めていませんが、将来は法学部で養ったリーガルマインドとデータサイエンスによる的確な情報の把握運用を通して活躍したいと思っています。